松本空港がもたらす経済波及効果について初めて分析結果が公表されました総額は228億6億六千万円でした2022年度の空港の利用実績や利用者アンケートをもとに専門家が初めて分析しました分析結果によりますと松本空港が全国に及ぼす経済波及効果は 総額二百二十八億六千万円で。そのうち県内はおよそ四割に当たる九十三億二千万円でした。また、県内での雇用効果は八百二十一人。税収効果は二億九千六百万円。定住人口効果は千五百九十六人と分析。過去の実績や他の空港との比較はできませんが。県の担当者は。 数字を出すことで存在意義が県民に広がれば継続的に調べて利用促進の基礎資料にしたいとしています。